動していきます。台車枠には向きがあるので、向きに注意しながら下ろしていきます。緑のタオルと、スプレーを用いて、清掃を行っていきます。今、清掃を行っている場所が、台車と、車輪が接続する部分になります。清掃した部分に、クリスと呼ばれる、潤滑剤を塗っていきます。台車枠を下ろしていきます。ブレーキ装置と、車輪がぶつからないように慎重に下ろしていきます。さらに台車枠を下ろしていきます。5人の作業車が分担して 4組を、接続できるように、下ろしていきます。無事に降りたので、先ほど接続、清掃した部分に、ボルトを貸し付けます。台車枠を支える部分を、手で貸し付けていきます。エアインパクトと呼ばれる空気の力で、締め付けていく道具を使ってボルトを締めていきます。もう一人の作業者が、台車枠をバネで押さえつけている部分の、ボルトを取ることによって解除していきます。大きなボルトを取ったところにゴムの栓を蓋をし、水などが入らないようにしていきます。先ほど手で回収したボルトを空気の力を使って戻していきます。この道具を使うことによって規定の力によって締め付けることができます。今カチカチという音がしましたが、あの音がしたことによって規定の力で締め付けられていることが分かります。
台車枠と車輪の接続が終わりました。エアーテストを行います、電車は空気の力を用いてブレーキをかけております。その確認のテストを行います。